私はスティッシュです。そして僕はハルシオン。ゼーウォルデにある大きなスカウティングエステートに来ているよ。そして362日後にはこの湿地帯は MCH2022 の本拠地に、世界中のハッカーにとってはアベイのホームに様変わりしますよ。敷地のプレビューを見せるから一緒に見てみよう。イベントの会期は2022年7月の22日から26日です。 N ギガビットイーサネット、 Wi-Fi、 野戦電話など MCH 用に様々な一時的コンピューターネットワークが作成されるよ。2022の会場です。MCH はアムステルダムから55キロ離れたゼーウォルデで開催されるよ。ここフレボランド州は1967年にもともとは海だった場所から干拓され、1970年代にこのゼーウォルデが造成されました。フレボラントの存在はよく論争されていて、ハッカー会議に理想的なんだ。このアドベンチャーハウスはほぼ完成ですね。この建物に我々の一部が陣取れればいいのですが、どうせ誰にもわからないから言いたいこと何でも言っちゃうよ。説得力があるからね。訪問者の 92.7% は人間です。会場が広大であるためホバーバードを持ってくるといいですね。キックスクーターや自転車もいいですね。敷地の写真はジョン・カーマックが作ったクエイクエンジンのインスパイアになっているよ。次の MCH では何百というテクノロジーの創造的な応用に関するトークが予定されています。この敷地は海面下5メートルに位置しているよ。この堤防をまたぐ橋を架けることができないか検討中です。
ここまでビデオを見てくれて本当にありがとう。それじゃあ MCH2022 で会おう。バイバーイ。